つとむ大杉は、日本のプロレスラー。本名、大杉つとむ。父親が録画した、深夜のテレビ中継を見て、プロレスファンとなる。全日本プロレスが好きで、その頃一番好きだった選手は、小橋健太だった。1999年7月11日、東流門ジャパンワールド記念ホール大会を観戦した際に、パンフレットに載っていた。 ドラゴンキットのプロフィールを見て身長が自分と変わらなかったことを知り、プロレスラーになることを志す。2003年4月、高校卒業と同時に東流門の13期生として入門。半年間は基本的に基礎体力をつけることに専念して、半年後にメキシコに渡り、ウルティモドラゴンからルチャリブレを学んだ。2004年5月16日、 リングネームとスタイルをミラノコレクション AT のミニ版ミラニートコレクション AT となりメキシコのアレナコリセオにて対戦が経つ人戦にてデビュー2005年7月19日後楽園ホール大会で行われたドレアガンドアの旗揚げ戦で日本初上陸を果たしたその後ドレアガンドアが解散したためプロレスリングエルドーラドに参加する2007年11月16日 新宿フェイス大会において、ヘラクレス・オーチカとの女性ダンサー争奪マッチに敗れる。12月29日、後楽園、ホール大会で、ミラノコレクション AT に敗れて、ミラニートコレクション AT を封印するとともに、右手首を骨折して、欠場に追い込まれた。2008年4月24日、後楽園、ホール大会で復帰して務大杉と改名すると、ともに、 ヘラクレス地下とタッグチーム、スピード・オブ・サウンズを結成。11月25日、新宿フェイス大会で、ウアー世界タッグ王座を初獲得。この頃から第2本プロレスにも参戦している。2008年12月、エルドーラドの解散後は、親会社ソウルコネクションの所属となる。2009年、SOS に、大和紙トールを加えた、ユニット、和紙 OS を結成して、自主興業。 紅白プロレス合戦を開催することを発表。11月、ソウルコネクションの解散により、フリーとなる。2013年11月、大日本プロレスの大日本再キャン、タックリーグ戦に SOS で参加して、準優勝。ヤッペーマン2号森林の精霊をモチーフにした、日本の覆面レスラー。試合開始前には客席へ、グッズ販売などして、子供に人気を博している。 コスチュームのカラーは白や黒など多彩で現在はアニメ新世紀バンゲリオンに登場する汎用人型決戦兵器初号機のカラーになっている。初登場後、剣45度に目をつけられて負けたら軍団剣入りマッチを組まれて軍団剣に強制加入させられる。その際にコスチュームが白から黒へ変色してしまう。連携という名の暴行を受けて心に傷を負ったのか 挙動不振なキャラクターになってしまった。しかし、剣曰く、可愛い感じで人気を取ろうとしている計算とのことで、ある。やがて剣の裏切りによって、軍団剣は解散して、正規軍に復帰。カッパをモチーフにした、日本の覆面レスラー。ヤッターマンをモチーフにした、日本の覆面レスラー。2009年3月14日、道の区プロレス、矢幅町民総合体育館大会で、 ヤッペーマン1号と共にデビュー。2014年2月15日、道のくプロレス新規バッファーストリング大会で正体を明かした。ありがとうございます。